今日営業最終日を迎えた帯広市の老舗百貨店藤丸。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。午前10時の開店では藤本長明社長が玄関で客を出迎えました。お待たせいたしました。先生も。もう本当に最後の最後までこうやってお客様に足を運んでいただいて、もう本当にありがたいの一言ですね。1900年に帯広市で創業した藤丸。十勝発祥の百貨店として地元では藤丸さんと長年親しまれ、町のランドマークとしてにぎわいました。なりたかった職業だったので、すごく慣れて10年間勤めさせていただいて。35年前から藤丸で働く菊池博子さんです。百貨店の顔であるエレベーターガールとして10年間働き、現在は食品売り場を担当しています。当時のエレベーターガールは高級ブランドの制服に身を包み、客を笑顔で迎える地元女性の憧れの存在でした。藤丸っていうのはどんな存在でした？そうですね、もう人生のかけがえのない、ね、藤丸職場です。しかし30年前のピーク時に145億円あった売り上げは、郊外のショッピングセンターやネット通販などの台頭により3分の1にまで減少。コロナ禍が追い打ちをかけ、8期連続で営業赤字となり閉店を決めました。今日が営業最終日の藤丸。開店30分前にもかかわらず大勢の人が並んでいます。最終日の今日は大勢の人が最後の買い物に訪れ、閉店を惜しみました。息子が結婚しまして、ちょうど2階のドレスを私母の購入させていただいて、すごく寂しい思いです。なんていうか、節目節目に記念の時に来たりとか、プレゼントを買いに来たりとか、そんな感じがしてたので、なんかこう実家っていうか、自分のこう大切なものが終わるっていう感じもちょっとしてます。結構今ちょっと出る、本当ね、なんかね、歩いててもなんか寂しい感じで極まっちゃいます。ぜひ復活したい、してほしいなと思います。藤丸は今後、帯広市の自動車販売店の親会社とベンチャー企業が立ち上げた新会社が屋号を引き継ぎ再建することが決まっています。4月以降に耐震改修工事を行い、早ければ12月の再開を目指すということです。